はい、皆さん、こんにちは。本日もですね、R Studio ライブラリー SNA ですね、社会ネットワーク分析のライブラリー SNA を使ったですね、社会ネットワーク分析の方法を勉強していきますが、前回に続いて、今回も中心性分析、これについて勉強していきたいと思います。前回は、近接中心性、距離による中心性ですね、これと、時数中心性について勉強しました。今回はまずですね、媒介中心性というものについて勉強していきたいと思います。この媒介中心性というのはですね、ある人が、ある二人の人がいるとしますね。A さん、B さん、二人の人がいるとしましょう。この A さん、B さん、二人がですね、直接関係性がない、直接つながっていない場合ですね、例えば C さんを経由して A さん C さんはつながっていると。また B さん C さんもつながっていると。そうするとですね、A さんと B さんは直接つながっていなくても、A さんは C さんを介して B さんとつながることができる。すなわちですね、A と B の関係を C さんが媒介していると、このように考えるんですね。でですね、要するに媒介中心性というのはですね、ある人とある人との関係を、媒介する程度ですね。この程度が大きな人。これは、そのネットワークの中で、相互の任意のですね、任意の二人を、結びつける媒介をするという働きをしているわけですから、その程度が大きい人。ある人とある人を、の関係性をつなぐ、媒介者としてですね、の働きですね。このような働きを多くしている人はですね、そのネットワークの中で中心的な存在であると、こう考えるんですね。そしてその媒介している程度を表す指標を使ってですね、媒介中心性、すなわちですね、ある人とある人との関係性を、媒介している、その程度がですね、高い人。これはですね、媒介中心性が高いということになりまして、そのネットワークの中で中心的な存在であると。まあ、こう考えるわけですね。ちょっと具体的な例をですね、見ていきたいわけですが、例えばですね、ちょっと図を見てみましょう。このような図を見て考えていきたいと思うんですが、例えばですね、A さんと D さん。これは直接つながっていませんね。直接つながっていません。しかし、B さんを経由して D さんとつながっている。B さんを媒介して D さんとつながるというふうに考えるわけですね。A さんはまた C さんを媒介しても D さんとつながっている。A さんは C さんを媒介としても D さんとつながっているわけですね。で、この時にですね、A さんと D さんをつなぐ最短経路について考える。例えば A さん、C さん、B さん、D さんですね。こういうつながりも考えられますし、逆に A さん、B さん、C さん、D さんという、まあこういう関係もつながるわけですね。ただしですね、媒介中心性ではですね、常に最短経路について考えるということになっていますね。例えばですね、A さん、D さんの関係性を考える場合に、A さん、D さんとの関係性を考える場合に、A、B、D、この場合ですと、1段階、2段階ですから距離2ということになります。A、C、D。これもですね、1段階、2段階ですから距離2ということになります。一方、A、C、B、D ときますと、1段階、2段階、3段階でのつながり。A、B、C、D というのも、1段階、2段階、3段階でつながります。ですからですね、この場合は最短経路についてのみ考えます。すなわち、A、B、C、D と、A, C, D。この2段階でつながる、距離2でつながるですね。この2つの経路がですね、A と D をつなぐ経路として考えられるわけです。この2つの経路のうちですね、1つの経路は B さんが媒介しています。もう1つの経路については C さんが媒介している。こう考えるわけですね。例えばですね、A さんと E さんの関係性を考えてみたいと思いますね。A さんと E さんは直接つながってません。しかし、A, B, C, E とつながることができますし、A, C, D, E とつながることができますね。一方、A, C, B, D, E とつながることができますし、
A、B、C、D、E とつながることができます。ただし、最初の A、B、C、E ですと、1段階、2段階、3段階で距離3。A、C、D、E だと、1段階、2段階、3段階で距離3。しかし、A、C、B、D、E ときますと、1、2、3、4。A、B、C、D、E ときても、1、2、3、4ですからね。距離4になってしまいますから、この場合は最短経路の3、距離3の経路ですね。A、B、D、E か、A、C、D、E を考えるわけですね。この2つの経路があります。距離3のね、A と E を、A と E を、つなぐですね、関係性というのは、A, B, C, A, B, D, E か A, C, D, E の2つ。これが距離3で最短経路になりますから、この2つの経路がありますね。で、この2つの経路のうち、例えば B さんがこの2人の関係性を媒介しているのは、この2つの経路のうちの1経路だけですね。A, C, D, E では B さんは媒介してません。ただし C さんはA, B, D, E では C さん媒介してませんが、A, C, D, E では C さんは媒介している。すなわち、最短経路2本のうちですね、B さんはそのうちの半分、0.5 を媒介しているとこう考えるわけですね。A, C, D, E、こちらでは C さんが媒介してますから、この距離3の経路がこの2つあるわけですから、その2つの経路のうち、1つは C さんが媒介してますから、C さんの媒介数というのはこの場合 0.5 と考えるんですね。で、B さんの媒介数もこの2つの距離3の経路のうちの1つを媒介してますから、B さんの媒介、A さんと E さんの間の媒介は 0.5 と考えるんですね。で、もう1つ D。D はどうでしょう？これ A と E の関係を結ぶときにですね、A、B、D、E と A、C、D、E、距離3の2つのこの経路がありますが、その2つとも D さんが媒介してますから、D さんは A さんと E さんを媒介する媒介性というのがこれ1と考えるんですね。2つの経路があって、その2つともですね、D さん媒介してますから、2つのうち、2つの経路のうち、2つとも D さん媒介してますんで、2つの経路のうち2つとも D さんが媒介してますんで、2分の2で、D は A さんと E さんを媒介する媒介度というのは2ということになるんですね。まあ、このようにですね、媒介というのを考えるということです。で、じゃあ媒介中心性という数値はどうやって計算するかということですが、まあ、これは皆さんの資料にも、お配りしてますが、このような式を使います。で、まずこれですね、これ今ちょっと図を使って説明したんですけれども、G, J, K というのはですね、何かというとですね、J さんと K さん、J さんと K さんの間の最短経路の数を表します。最短経路の数です。で、この最短経路の数のうち、I さんが、I さんがですね、J さんと K さんの間を媒介している、まあ、数ですね。媒介している数がいくつであるかと。例えばですね、先ほどの図で申し上げますと、A さんと E さん、A さんと E さんの関係性を B さんはどれだけ媒介しているかというと、最短経路はこのように A, B, D, E, A, C, D, E の距離3が2つあるわけですけど、この2つのうち媒介しているのはこの1つの経路だけですから、2分の1。つまり B さんは A さんと E さんの関係を 0.5 媒介していると。2つの経路のうち1つだけ媒介していますから、2分の1ということになりますし、C さんもA, B, D, E, A, C, D, E という距離3の経路が2つあるわけですね。A さんと E さんを結ぶ関係性として、距離3の最短経路が2つあるわけですけど、そのうちの1つだけを C さんが媒介してますから、2つのうち1つ媒介してますから、2分の1で 0.5 と、こう考えるんですね。それがここの、部分なんですよ。すなわち最短経路の数が分母。そのうち、この I さんが J さん、K さんを媒介している数が分子に来ます。それをですね、すべての、これは J さんと K さんですけどね、すべての、I さんを除くですよ。I さんを除く、すべての関係性ですね、見ていくということなんですね。つまり、こういうことになるんですよ。すなわちですね、ネットワークの人数ですね。ネットワークの G というのがこのネットワークの人数なんですけどね、ネットワークのサイズなんですけど、ネットワークのサイズから、今、媒介を考える I さんですね。I さん。I 番目の人 I さん。I さんを除いた、
愛さんを除いた、グループの構成員の、2つの組み合わせね、2人の組み合わせ、任意の2人の組み合わせを出す。それがこの分母になりますね。分母というかですね、まあ、一番下にありますね、これです。g-1×g-2÷2 ですね。g-1×g-2÷2。で、なんで g-1 かっていうと、グループの人数からですね、i さん、今媒介している、媒介を考える i さんですね。媒介を考える i さんを除くと、一人を除きますから g-1。で、その g-1 の人数の中での二人の組み合わせですから、g-1×g-2 ですね。二人の組み合わせっていうのは、i さんを除いた g-1 人の中の、2人の組み合わせを出すわけですから、g-1、かける g-1 からさらに1人引いたね、g-2 をかける。それを2で割れば組み合わせが出ますよね。組み合わせ問題です。組み合わせの問題ですね。g という人数になったら、ね、媒介をしている i さんをまず除くと。そうすると、g-1 人になるわけ、なるわけですね。ネットワークを構成する人はですね、その g-1 人の中から、任意の2人の組み合わせを求めるわけです。任意の2人を組み合わせを求めるわけですから、g-1×、任意の1人を除いたもう1人を決めるときには、1人を除きますから g-2 になりますよね。だから g-1×g-2 で組み合わせですから、それを2で割ってやると、これです。2分の g-1×g-2、これがですね、i さん、つまり媒介を考える、媒介数を考える i さんを除いた、g-1 人から2人を、の、任意の2人の組み合わせの数ということになりますよね。つまり、この組み合わせの数を求めると、その組み合わせの間に、このその任意の2人の間に、すべて媒介するんであれば、その任意の2人の間に必ず i さんが媒介することになりますから、この数は最大の媒介数とも言えるわけですよね。最大の媒介数。この任意の組み合わせの間に、すべて i さんが媒介していれば、この組み合わせの数だけ i さんは、任意の2人を媒介することになるわけですから、この組み合わせの数というのは、その2人の任意の2人の組み合わせの間に必ず i さんが入る可能性があるわけですよね。で、すべてのその2人の任意の2人の組み合わせの間に i さんが入れば、i さんはすべての2人を媒介するということになるわけでね。すなわち、この、g-1 人から任意の2人を選んだ組み合わせの数というのは、最大 i さんがですね、ここで媒介を考える i さんがですよ、最大媒介することができる数ということになります。で、これを分母に持ってきて、で、実際に媒介している数、これが先ほど求めたこれですね。例えば、J3K さんですね。考えた場合ですね。J3K さんの、間を、最短経路の数を求めて、その最短経路のうち、実際にこの i さんが媒介している数。これですね。例えば、最短経路の数が、2本あって、i さんがその2本とも、その最短経路の2つとも、i さんが媒介していれば、2分の2になりますしね。例えば、最短経路の数が2本ありますけど、2本あったりとしますよね。最短経路の数が2あったとして、i さんがそのうちの1本だけ、媒介していれば、2分の1ということになりますね。で、それを、まあ、任意の2人の組み合わせ分だけずっと足していくわけです。任意の2人の組み合わせの分だけね。その組み合わせの間の最短経路の数と、その組み合わせの最短経路の数と、その最短経路の中で i さんが媒介している数。これを任意の2人の組み合わせ分だけずっと足していくわけです。で、これを CB として、この CB を最大媒介できる数で割ってやると。最大媒介できる数っていうのはまさにここですね。i さんを除いた、G という人数のグループ、ネットワークですから、G という人数から i さんを除いた g-1。g-1 が任意の2人を選ぶ組み合わせですから、2分の g-1×g-2。この任意の2人の組み合わせの間に、すべて i さんが、媒介するとすれば、最大、媒介できる数は、この数になりますからね。で、この数で、実際の媒介するこの CB を、割ってやると。つまり、この最初に求めたすべての、
2位の2人の組み合わせ、愛さんを除いたね、愛さんを除いた2位の2人の組み合わせの間をすべて、愛さんを除いたですよ。愛さんを除いた2位の2人の組み合わせの間を、ね、すべてこの愛さんが媒介していればですね、この2位の2人の最短経路の中ですべて愛さんが媒介しているわけですから、これすべて、ね、1になりましてね。で、それを、2位の組み合わせ分こう足していくわけですからね。この数と、この2分の G-1 かける G-2 は等しくなりますから、この、媒介、この、これですね、実際に媒介している数を、最大媒介できる数、2分の G-1 かける G-2 で割ってやる。つまり G-1 を、G-1 括弧閉じですね、括弧 G-2 括弧閉じ分の、2の、このここで求めた CB と、CB っていうのはこの、2の、2人の間の最短経路の数分の、実際に愛さんが媒介している、数、これを2の2人分全部足してやったものですよね、これを、この最大媒介できるこの数で割ってやったものが媒介中心性であると。こういうことなんですよ。ね。ですから、最大、2位の2人の間をね、愛さんが媒介できる最大の媒介数というのは、何度も申し上げますが、そのネットワークのサイズ、マイナス1。なんでマイナス1人かというとですね、愛さんを除くからです。G という人数のネットワークで、まず愛さんを除くと。愛さんを除いた G-1 人から、2位の2人を選ぶ組み合わせですから、G-1 かける G-2、これを2で割って、これが、2位の2人の組み合わせになりますね。愛さんを除いた。で、これが、その2位の2人の間に愛さんが、すべて入るとする可能性があるわけですから、そのすべて入る場合には、これがまさに最大の媒介数になるわけですよね。その媒介数を分母に持ってきて、で実際に媒介している数は CB、ね、分子に持ってきてやると。こういうことになります。これが媒介中心性というものですね。はい。いいですか？そのようにして媒介中心性を求めます。で、じゃあ現実の求め方はですね、先ほどのですね、ここですね、先ほどのところでですね、ちょっと説明をしていきましょう。ですね、よいしょ。ここでですね、計算をして求めていきたいと思いますよね。例えばですよ。行為者 A、A さん。A さんの媒介性というのを考えるんですけど、A さんの媒介性を考えるときには、A さんを除く、A さんを除いた、すべての二人の組み合わせ。つまり、B、C、C、D、B、D、B、E、D、E、C、E とかですね。A さんを除いた2位の二人の組み合わせの間に、A さんが含まれている媒介数はどれだけであるかということを考えるんです。そうしますとですね、これもう明らかに A さんというのは見てわかる通りね、A さんを除いた2位の2人の組み合わせの中にですね、A さんは、その間に入ってないですよね。A さんを除く2位の2人の組み合わせ、その2人の組み合わせのその間にですね、A さんが媒介しているという状況は見られないですね。例えば、B さん、C さんはこれ直接つながってますから、A さんはこの間に入っていない。B さん、D さんも直接つながってますから、その間に A さんは入っていない。C さん、D さんも直接つながってますから、その間に A さんは入っていませんね。C さん、D さんも、C、D、E とつながってます。その間に A さんは入っていませんし、B さん、E さんも B、D、E とつながってますから、その間に A さんは入っていませんね。そうするとですね、E さん、D さんも直接つながってますから、A さん入っていません。そうすると A さんを除く2位の 2人の組み合わせの中にですね、A さんは入っていません。つまり A さんは誰も媒介していないことになりますね。従いまして、ここで媒介性というのは、0。ね。A さんの媒介性は、0であるという形になるわけですよね。よろしいですか？はい。そういう形になります。じゃあ次にですね、B さんを見てみましょう。B さんは B さんを除く2位の組み合わせですね。2位の2人の組み合わせを考えます。B さんを除く2位の2人の組み合わせを考えます。B さんを除く2位の2人の組み合わせでいうと、例えば A さん、C さん。A さん、C さんですと、これは A さん、C さんの間には B さんは入っていませんね。A さん、D さんの間はどうでしょう。A さん、D さんの間には A、C、D と A、B、D という経路、ね、がありますね。距離2です。距離2。
最短経路を考えますかね。最短距離の経路を考えるので、ACD と ABD という2つの経路があります。で、この2つの経路のうちですね、B さんは ABD というこちらの経路で B さんはですね、A さんと D さんの間を媒介しています。A さんと D さんの関係性の中に、ABD というところに B さんは1つ媒介をしていますね。ところが ACD という経路の中には B さんは存在していません。で、最短経路はこの場合2本ありますから、最短経路は2本ありまして、この最短経路2本のうち、1本だけ B さんは媒介してますから、この場合 B さんは、媒介している数は2分の1ということになります。2分の1ということなんですね。で、もう一つ、じゃあ、どうか考えてみましょう。D さん、E さんの間には B さんは入ってませんから媒介してませんね。じゃあ今度 A さん、E さんの関係でしょ。A さん、E さんの関係では、A、B、D、E という距離3の関係と A、C、D、E という距離3の経路ですね。この2つの経路があるんですね。A、B、D、E という経路と A、C、D、E という経路。これ2つ距離3ですね。距離3、両方とも距離3で、これ最短経路になるんですよ。A と E の経路のね。A と E の経路の最短経路になります。で、この経路はですね、A、B、D、E と A、C、D、E ともに距離3で最短経路で、最短経路が2つあります。この最短経路2つのうち B さんは A、B、D、E で1回媒介しています。A、C、D、E では B さんは媒介してませんね。ということは A さん、E さん、A さん、E さんの関係の中で2つの最短経路がある中で B さんは、2つの経路のうち1つだけ、媒介してますから2分の1ということになるんですね。そうすると B さんはですね、A と D、A と D という関係性の中でですね、A と D の関係の中でですね、二つの最短経路のうち一つをですね、媒介してますから、二分の一です。二つの経路のうちの一つを媒介してますから、二分の一になります。で、今度 A さん、E さんの中、A さん、E さんという関係でも、A、B、D、E と A、C、D、E という二つの経路のうち、A、B、D、E のところを媒介してます。媒介してます。B さんはね。ですから、A さんと E さんの関係でも、二つの経路のうち一つを媒介してます。ということは、A と D で2分の1媒介して、A と E でも2分の1媒介してますから、2分の1と2分の1足して、B さんの媒介性は1というふうになるわけです。このように考えますね。C さんも同じです。C さんも先ほどと B さんと同じように A と D の関係性で、ABD と ACD2 つの最短経路がありますけど、そのうち C はこちらの経路、ACD の経路だけ A さんと D さんを媒介してますから、二つの経路のうち一つ媒介してますから二分の一。A さん、E さんの関係でも、A、B、D、E と A、C、D、E と二つの経路がある。距離さんの二つの経路のうち、C さんは A、C、D、E という一つの経路を媒介してますから、やはり二分の一。二つの経路のうち一つだけ C さんが媒介してますから二分の一。ですから A さん、D さんで二分の一。A さんと E さんで二分の一。ですから二分の一と二分の一を足して C さんの媒介性も1と、こういうふうにカウントするんですね。じゃあ次に D さんはどうでしょう。 D さんは、媒介してるのは、どうでしょうということですけど、これはですね A さん E さんの関係ですね。 A さん E さんの関係では ABDE ACDE と距離3の、2つの最短経路がありますが、この距離3の2つの最短経路のうち、この2つともですね D さんを通ります。2つとも D さんを通ります。だから2つの最短経路のうち D さんは2つとも媒介してますから2分の2、2分の2で1になりますね。1になります。で、さらに B さんと E さん。B さんと E さんの関係では距離が1、2。こっち行くと1、2、3になりますからね。こっち行くと1、2、3の距離になりますから、最短経路ですから、最短経路は B、D、E。B、D、E のこれ1本しかないですね。そうすると B さん、E さんの関係は B、D、E。この1経路しかないんですよ。最短経路というのはね。最短距離の経路は1つしかあります。この1つのうちの1つをD さんは間に入ってます。B さん、E さん。B さん、E さんの間に D さんは、一つのね、最短距離の経路のうち、この一つ D さん入ってますから、1分の1でこれでも1になります。C、D、E。C さん、E さんの関係ですね。C さん、E さんの関係も、C、D、E でこれ距離2です。こっち行きますと、C、B、D、E でこれ距離3になっちゃいますからね。距離3になっちゃいますから、最短経路を考えますんでね。最短距離の経路を考えますね。この場合、C、D、E です。C、D、E のうち、一本の経路のうち D さんは必ず C さん、E さんを媒介している存在ですよ。一本の最短経路で D さんは必ずその間に入っています。
すなわち C さん E さんの関係でも D さんは媒介数1になります。すなわち C さん E さんの関係で D は媒介数1。B さん E さんの関係でも必ず D が媒介してますから、B さん E さんの関係性でも媒介数1。そして A さん E さんでも2つの最短経路のうち必ず D が2つとも入ってますから、2分の2ですから1。そうすると B さん E さんで1。A さん E さんで1。C さん E さんで1ですから、媒介数は3になるわけです。ですから D の媒介数というのは3になります。で、E はどうかっていうと、E はこれ見て明らかなんですね。E を除く2位の2人の関係ですね。E を除く2位の2人の関係を誰も媒介してないってことは明らかですから、媒介数0になります。そうすると媒介中心性というのは、2位の1人、2位の、つまりですね、媒介数を計算するんですね。媒介数を計算するその人を除いた、その人を除いた2位の2人の組み合わせが、最大媒介数と、なりますのでね。先ほど申し上げたようにね。例えば A さんの媒介性を考えれば、A さんを除いた2位の2人の組み合わせ。A さんを除くと、B、C、D、E の4人です。4人の中から2人を選ぶ組み合わせっていうのは、4×3 を2で割ればいいですね。3、4、12を2で割れますから、6。6になります。で、その6の間に A さんはこの間に入る可能性があるわけです。可能性があるわけですけど、実際には1つにもその間には入っていないということですからね。ですから、現在ネットワークの数5ですから、5から A さんを除くと 5-1 で4。で、4人から2人の組み合わせを考えるわけですから、4×3 を2で割ればいいですね。そうすれば4人の中から2位の2人を選ぶ組み合わせが出ます。4人の中から2位の2人を選ぶ組み合わせですから、4×3 を2で割りますから、3、4、12を2で割ったら6。ね。だから、で、その6通りの組み合わせの間に A さんが全部媒介する可能性がありますが、実際には媒介数が0なわけですから、6分の0。6分の0で、媒介中心性は0。このように媒介中心性を計算するんですね。一方、B さんの媒介、実際の媒介数は1。これはさっき考えた通りですね。1というのは、A と D の関係性で2つの経路のうち2分の1。A さんと E さんの関係性は2つの経路のうちやはり2分の1。2分の1と2分の1ですから足して1。B の媒介性は1。ね、で、B さんを除く1、2、3、4の中の2位の2人の組み合わせはやはり5から1引いて4人ですよね。で、4人の中から2人を選ぶ組み合わせですから 4×3 を2で割りますから6。ですから、実際に媒介している数は1で、最大媒介できる数は6になりますから、6分の1で 16.6 なんです。こうなるわけです。じゃあ、後遺者 C については、やはり媒介数は1ですね。A さん、D さんの関係性、2つの経路のうち1つ媒介してますから、2分の1。A さん、E さんの、経路、距離3ですね。距離3の2つの最短経路のうち、一つだけ媒介してますから2分の1。それから A さん、D さんで2分の1。A さん、E さんの関係で2分の1ですから足して1になるわけですよね。そして、C さんを除くと4人ですから、4人から2人を選ぶ組み合わせっていうのは、資産12の2で割りますから、6。ですから、最大媒介できる数は6で、実際媒介してるのは1ですから、6分の1で 16.6 なの。こうなるわけです。そして D さんは先ほど言いましたように、A さんと E さんの間に2つの経路のうち2つとも媒介してますから1。B さん、E さんでもこの経路のうち必ず D さん経由しますから1。C さん、E さんの関係でも必ず D さんを経由します。媒介しますからですね。D さん媒介してますよね。A さん、C さん、E さんの関係もね。ですから1。ですから C さん、E さんの関係性で1。B さん、E さんの関係性で1。A さん、E さんの関係性で1ですから媒介性は3になるわけです。で、D さんを除く4人の中から2人を選ぶ組み合わせですから、資産12を2で割すから6と。ですから6分の3。6分の3で、50%。こうなります。で、E さんは0ですから0と。こうなる。これが媒介中心性になるわけですね。すなわち、まあこれはですね、それぞれの2位の2人を、間の最短経路の数であって、こちらの分子の方は実際に、その両者をつないでいる、つなぐ間に入っている I さんの媒介数と、ね、でこの J と K さんの間の最短経路の数分のそのうち、I さんがどれだけ媒介しているかと、これをすべての2位の2人について全部足してやるってことですね、シグマでね。でそれを分子に持ってきて、で分母は
その、媒介数を考える i さんを除いた2位の2人の組み合わせの数であると。だから、ネットワークの数が g であれば、g から1を引いた、人数の2位の2人の組み合わせでありますから、2分の g-1、カッコ、閉じて、カッコ g-2 を、ね、2分の g-1、g-2 ですよね。ですから、これを分母に持ってくるから、これを分母に持ってくるから、ね、こういう式になりますよと。で、これが媒介中心性で求まりますよというのが、この説明です。それでは次に、RStudio でですね、媒介中心性の、使い方、算出の仕方をですね、見ていきたいと思いますね。実際に考えていくのは、先ほど考えました、このネットワークですね。このネットワークにつきましてはですね、前回、近接中心性、距離による中心性ですね、あと時数中心性、それにつきましてもですね、このネットワークについて計算を行っていますので、今回は媒介中心性についても同じこのネットワークで考えていきたいと思いますね。で、この、まあ、ネットワークについては、前回も、隣接行列を作ってですね、そのネットワーク図を書いて、そして分析するというところもやっていましたのでね、今回もそこからちょっとやっていきたいと思いますね。はい。で、まずですね、このようにですね、ライブラリー SNA ですね、R のですね、社会ネットワーク分析のライブラリーである SNA をこれを読み込みます。ライブラリー SNA として読み込みますね。これを読み込んでいかないと、社会ネットワーク分析の、様々な関数が使えませんので、まずライブラリー SNA でこれを読み込みます。はい。そして、早速先ほどのですね、隣接、ネットワークですね。先ほどお見せしたネットワークの隣接行列を作っていきます。ここでは前回と同様にですね、隣接行列の、行ですね。隣接行列の行単位。これでですね、それぞれ、ベクトルを作っていきまして、それぞれの行のベクトルを最後に一つにまとめてやる。でそのまとめた F というベクトルを、マトリックスの関数を使ってですね、5行5列に直して隣接行列を作るということをやっています。すなわち、今、ABCDE という5人のネットワークを考えましてね、ABCDE と5人のネットワークを考えまして、隣接行列の、各行ごとのですね、数値をこのようにですね、ベクトルとして入れてやって、その各行のベクトルを最後一つのベクトルにまとめて、それをですね、まあ、バイローのオプションを入れてですね、マトリックスバイローのオプションを入れて、各、行からですね、数字を入れていく形で、5行5列の隣接行列を作ると。これは全く前回やったことと同じことですね。早速やっていきたいと思います。はい。そして、これを一つにまとめた上で、マトリックス関数を使ってね、バイローオプションを入れてですね、行ごとに、作っていくと。で、これをまずやりますと、左下の、コンソール画面を見ていただきたいんですが、このように、隣接行列ができますので、ここから、まあ、行の名前と列の名前をね、入れてやります。ローネームス、コールネームスで行の名前の、列の名前を入れまして、そして作った隣接行列を gplot 関数で、まあ、このように、書いてやると。右下見てくださいね。このように右下に行くと、このようにですね、隣接行列ができます。先ほど、このネットワークちょっと向きが異なりますが、基本的にはですね、このネットワークと同じですね。向きが異なりますが、基本的にはこのネットワーク。このネットワークと同じものが、このように、ABCDE ですね。このようにですね、右下の、プロットウィンドウにですね、表示されることになります。はい、そしてですね、前回はこのクローズネス関数というもので、まずは、ここですね、各 A, B, C, D, E 点の、距離による中心線分析、これを求めました。そして向こうグラフの場合は、次に時数中心性ですね。このように時数中心性は、このようにですね、このように求まります。ディグリーを、2で割って、さらに N ローマイナス1、ネットワークの、カスマイナス1で割ってやると。2かけるネットワークの数マイナス1で、ディグリーを割ってやればですね、これが時数中心性になる。双方向の場合ですね。現在双方向の場合考えてますね。向こうグラフを考えてます。向こうグラフを考えてますので、これでですね、近接中心性と、時数中心性が求まったわけです。で、この傾向とすれば、この数字が大きいほど中心的な存在であるということですから、A は
近接中心性の場合、虚無による中心性の場合は 0.57、B は 0.8、C は 0.8、D は 0.8 で E が 0.5。次数中心性ですと、A が 0.5、B が 0.75、C が 0.75、D が 0.75、E が 0.25。これを見るとですね、近接中心性でも B、C、D が 0.8 でですね、同じ程度、このネットワークの中では中心的な役割を果たしているという結果になりましたし、次数中心性でも 0.75、0.75、0.75 と B、C、D が同じ程度、このネットワークの中で中心的な役割を果たしているという結果になっています。そしてその次に A が 0.57、近接中心性の場合ですね、興味の中心性の場合では、その次 A が 0.57。です。一番中心的じゃない、つまり一番ネットワークの中でですね、中心的な役割を果たしていないと言われるのは E であると、0.5。これが近接中心性。次数中心性でも同じく A が 0.5。そして一番、数字の小さい 0.25 が E となりまして、E がこのネットワークの中では一番中心的ではない存在であるということが分かったわけです。分析の結果としてはですね、近接中心性、興味による中心性の結果と、次数中心性ですね、点にどれだけつながりがあるかというですね、次数から求めた次数中心性でも同じですね、B、C、D が同じ程度中心的であり、E が一番中心的でないという結果。まあ、数字が違いますね。数字自身は違いますが、その、誰が中心的であり、誰が中心的でないという、まあ、その、傾向というのは全く、次数中心性も近接中心性も同じであった。そして、B、C、D、B、C、D は共に同じ数字になってですね、近接中心性でも次数中心性でも、B、C、D に関しては差がないという結論に至ったわけですね。じゃあ次にですね、今日の、媒介中心性について考えてみたいんですが、媒介中心性についてはですね、まずこのビトゥインネス関数というのを使います。まずですね、いいですか、ちょっと、左上のですね、左上のスクリプト画面を見ていただきたいんですが、ビトゥインネス。ビトゥインネスというのはですね、その媒介性を見る関数ですね、媒介性を求める関数はビトゥインネスという関数で求まることになります。でこれをちょっと求めてみますとですね。はい。ちょっと、ビトゥインネスを見てみますと。はい。左下のコンソール画面見てください。ビトゥインネス A。今の隣接行列ですね。ビトゥインネスで A とやりますと、02260。02260と出てきます。で、これはですね、どういうことかというとですね、先ほどのちょっと、この媒介数というところを見てほしいんですね。この媒介性、A, B, C, D, E の媒介性、先ほど説明したところですが、この媒介性は01130です。01130とありますね。A, B, C, D, E が01130。そして今、betweenness A で、betweenness関数で引数としてですね、この隣接行列 A を入れたときは、02260と。02260と。すなわちですね、媒介性の値がですね、先ほど、このように説明した、この媒介性01130のちょうど2倍になってるんですね。ちょうど2倍になってる。この2倍になってるのはなぜかというとですね、RStudio で単純に betweenness A とやりますと、単純に betweenness A とやりますと、今分析しているのは向こうグラフ、双方向のグラフですね。A さん、B さんとの関係性で線がつながっていれば、A から B もつながり、B から A もつながるという、この双方向のつながりを、今、考えている。つまり、向こうグラフですね。向きがない。A さん、B さんがつながれば、B さんから A さんもつながると。A さんから B さんにつながれば、B さんから A さんもつながるという、向きのない向こうグラフについて考えていますね。ところがですね、これ、betweenness A と、単純に betweenness 関数を使いますとですね、これ、双方向ではなくてですね、それぞれ方向性を持っているつながりに対してそれぞれカウントするんですね。その、媒介数をですね。すなわち、A から B へのつながりで、例えばですよ、ちょっと右下のプロットを見てください。右下のプロットを見ていただきたいんですが、A から D、A から D の関係性で、この2つの最短経路、A、C、D と A、B、D が2つのある経路のうちですね、C さんは、そのうちの1つを、媒介していると。そして、今度は、A さん、E さんの関係を考えますと、A, C, D, E と A, B, D, E という2つの最短経路があって、C さんはそのうちの1つを、
媒介していると。2つの言語のうち1つを媒介している。すなわち A と D の関係で2つのうちの1つ。A から E の関係性で2つのうちの1つですから、合わせて媒介数は1とカウントしたんですが、このビテミネス A ではですね、これをですね、A から E と E から A というですね、双方向で1本ずつカウントするんですね。つまり、今 A から E はこの経路は1本と考えてたんですが、実は、このビテミネス A とやりますと、A から E への方向性で1本、E から A への方向性でもう1本と考えるわけですよね。そう考えますとですね、媒介している数というのはですね、ここでカウントした数の、2倍になってくるということになるんですね。媒介数がですね、それぞれ、の方向性で考えるということになってきます。そうするとですね、先ほど求めたものと違ってきます。で、どうするかというとですね、ちょっと左上のところをですね、見ていただきたいのですが、単純にビトゥインネスでですね、媒介数を計算していきますとですね、双方向で考えましてですね、つまり有効グラフ、向きのあるグラフでですね、カウントしていきますので、それぞれ、先ほどの媒介数の2倍の値になってしまうのでね、このようにですね、オプションを入れてやります。すなわち、無効グラフの場合にはですね、C モードイコールアンディレクティッド、つまり無効グラフですね。C モードイコールアンディレクティッド、無効グラフというですね、オプションを入れてやります。betweenness A、カンマで C モードイコールアンディレクティッド、無効グラフであるというですね、アンディレクティッドっていうのをオプションで入れてあるんです。こうすることによってですね、はい、ちょっと見てください。これを実行することによって、下を見ますと、betweenness A、C モードイコールアンディレクティッド、つまり無効グラフですよ、無効グラフですよっていうのを入れますとですね、このように媒介数は01130というふうにですね、この01130というのは、先ほどの、ここで見た A、B、C、D、E の各行為者のですね、媒介数01130、そのものと等しいということになります。01130、等しいですね。すなわち、betweenness でですね、まず媒介性を求めるわけですが、その媒介性を求めるときには、無効グラフの場合にはですね、このように今左下の画面で説明してますが、隣接行列、カンマの C モードイコール undirected、無効グラフです。undirected、無効グラフというですね、このオプションを入れて計算するということになります。現実のですね、じゃあ、媒介ですね、中心性というのは、じゃあどうやるかというと、まさにもう、あとは媒介性が出ましたので、あとはこの式に乗っ取るだけです。この今 CB というのがですね、betweenness、betweenness、隣接行列 A を与えて、モード、C モードイコール undirected で CB が求まりましたので、この CB を、ここにありますように、G-1 カッコカッコ G-2、分の2ですね。これで割って、分母にですね、G-1 カッコカッコ G-2 を持ってきて、分子に2かける今求めた CB。この形にしてるんです。この形にすれば、媒介中心性が求まりますので、この形にするんですね。要するに、2かける今求めた betweenness A カンマ C モード undirected 割ることのカッコカッコで N ロー。N ローっていうのは、ネットワークの数になりますね。列の、これは行の数です。行の数。隣接行列の行の数。まあ、コルでもいいですよ。列の数でもいいですけど、ね、今行の数にしてます。隣接行列 A のローの、つまり行の数ですね。隣接行列 A の行の数っていうのは、まさにネットワーク数ですね。ネットワークの大きさ、サイズ、ネットワークのサイズです。それから、2を引いたものかける、N ロー、まあ、ネットワークの数、マイナス1、1を引いたもの。これ掛け算したもの。ね、これを分母に持ってきて、これ分の2かけるビットユニです。ね、C モードアンディレクト。すなわち、ここです。ですね、betweenness A オプションに C モードイコールアンディレクティッド。これの元までここですね。で、それを、分母に G-1 カッコカッコ G-2 を持ってきて、分子を2に持ってきて、かける今求めた betweenness A の、C モードイコールアンディレクティッドしてやる。ね、この式。
この式そのものですよね。で、これで、媒体中心性が求まるということですね。じゃあ求めてみましょう。媒体中心性を求めます。はい、そうすると媒体中心性を求めて、これにしてみてください。0.00、0.16667、0.16670.5、0.0 ですね。で、これはまさに、ここね、計算しました。ここですね。0、16.67。これパーセントですから、パーセントにしてますから、16.67。0、16.67、50.0、0ですね。0、16.67、50.0。これはまさに今求めました。0、16.67、16.67、50.0。まさにこれと等しくなるということですね。同じ、このように計算できる。すなわちですね、実際に媒介中心性を計算するときは 2×betweenです。A、C モードイコールアンディレクティブ。これを、ネットワークの数マイナス 2× ネットワークの数マイナス1。これをかけたもので、割ってやるということですよね。これで媒介中心性が求まっているんです。でね、媒介中心性は一つ面白いことがありましてね。先ほど、これが先ほど、距離による中心性、近接中心性の結果ですね。で、これが時数中心性、時数による中心性。今、左下の画面で説明してますよ。距離による中心性、ね、近接中心性の数値。これが、時数中心性ですね。点につながっている線の数。つながりに多く持っているほど中心的であるというね、時数中心性。で、これは先ほど説明したようにね、同じ傾向なんですよ。A が 0.57、B、C、D が 0.8 で、同じように中心的で、E が 0.5 で一番中心的でない。で、時数中心性を見てもですね、B、C、D が 0.75 で同じ程度中心的であって、A がその次に中心的で、E が、一番中心的でないと。ね。B、C、D が同じ程度中心的である。こちらも、このように B、C、D が同じ程度中心的であるという結果でした。ところがですね、媒介中心性の結果見てください。この媒介中心性の結果というのはちょっと違いがあります。ですね、B、C、D で違いができます、数字にね。B と C は同じ 0.1667、0.1667 同じですが、D は 0.50、0.50。つまり、媒介中心線を見ると一番中心的なのは D さんであるという結論になるんですね。つまり、自分以外の2者を媒介する程度が一番大きい。自分以外の2者を、媒介する程度が一番大きいのが D さんであるという結論になります。で、その次に B さんと C さんが 0.1667 で、続いて、その次に中心的であり、A さんと E さんは誰も媒介してませんから0となって、A さん、E さんは中心的な存在ではないと。E さん、A さん、E さんですね。A さん、E さんは誰も媒介してますから、ませんから中心的な存在ではないと。で、B さん、C さんが、まあ、それ、同じ程度、まあ、中心的であって、一番中心的なのは D さん。D さんは一番多くの、自分以外の両者を媒介する程度が一番高いということになってね。D さんが一番中心的である。そうするとですね、中心性分析、距離による中心性分析、この結果ですね。そして、時数中心性分析、この結果ですね。そして、今日やったですね、媒介中心性分析、この結果ですが、この3つの結果を見て、初めて、この、5人の中でですね、一番中心的な存在というのは、じゃあ D さんであるという結論に達してくるわけですよ。前回勉強しました、距離による中心性と、時数による中心性では差がつかなかったんですね。差がつかなくて同じような傾向であったんですが、今回媒介中心性という全く違う観点から考えた中心性分析で見ると、この B さん、C さん、D さんの間にも違いが出てきてですね、この B さん、C さん、D さんも同じではなくて、実は媒介中心性で見ると、その中でも D さんが最も中心的である。つまり、この距離による中心性分析、時数による中心性分析の結果、そして今回の媒介中心性の結果、この結果を総合して、このネットワークの中で一番中心的な存在というのは D さんであるという結論に達することができるわけですね。このようにですね、中心性分析っていうのはですね、複数の中心性分析を行って、その結果を見て初めて結論を得ることができると。こういうことを、まあ、認識してほしいんですね。
実はですね、これ以外にも中心性分析っていうのはいろいろあるわけですね。いろいろあるわけですけど、まあ今回我々勉強する中ではこの3つを分析してですね、で、特にこの3番目に勉強したですね、今日勉強したこの媒介中心性っていうのはですね、このように今日見たようにですね、距離による中心性、時数中心性というのとはですね、また違った観点から考えた中心性分析ですのでね、このように違った数字をが出てくるということもですね、理解してほしいと思います。ですから、このように中心性分析というのは複数の分析方法をですね、使って分析して、その結果を総合して判断すると、ネットワークの中の中心性というのを考えると。これが重要であるということでありますね。はい。でですね、ちょっと今回もですね、次にですね、ネットワークの集中化、集中度ですね、ネットワークがどれだけ、特定の人に、集中しているかどうかと、これを中心化傾向、集中度と言ったりするんですね。例えばこれ今日、今5人のこのネットワークを見ましたけども、この5人のネットワークの中でですね、このネットワークの、この関係性がですね、誰か一人に集中しているかどうかという、程度あるいは、まあ、集中しているかというのはですね、ある一人の人がですね、極めて中心性が高くてですね、それ以外の人が極めて中心性が低い場合に、まあ、起きるようなことですけれども、そのネットワークのですね、関係性が、誰か一人、ね、どこかに、集中してないかどうかという、その程度を表すのを集中度、中心化傾向などで言ったりしますが、まあ、これについての、考え方、算出法についてもですね、今日ちょっと、勉強したいと思っていましたがね、意外とちょっと時間かかりましたね。中心性分析に時間かかりましたので、まあ、今回もですね、ここまでということにしましてですね、今お話ししましたように、ネットワーク、ね、分析するネットワークがどれだけ特定の、行為者にですね、集中しているか、中心化傾向ですね、集中度、これは、次回、また説明して考えていくことにしたいと思いますね。今回は媒介中心性、そして媒介中心性と前回やりました近接中心性、距離による中心性と時数中心性ですね。点につながる線の数、時数ですね。この時数による中心性、これを合わせてね、総合的に中心性というのを考え、中心性分析というのは考えるということですね。まあ、これをですね、今日は、しっかりとですね、理解をしていただきたいと思いますね。はい。それでは、じゃあ今日はこれで終わりにしてですね、次回は集中度、中心化傾向について考えていきたいと思います。